全然美味しかった。味も良かった、味はそこまで悪くない。文句もあった、端子を食った味薄かった。なんか味ないな、味薄いなって思ったら塩振ってなかった。店員さんが、あ、ごめんなさい、あの厨房で確認したら塩振ってませんでしたって。サーロイン食った、牛脂っぽかった。牛脂食ってるみたいな感じだった。牛脂、それちょっとディスりすぎだな。だけど総評、普通の合格ライン。ただ二度と、まあ二度行くことはないと思います。青汁きた、青汁きた、うまかった。めちゃくちゃうまかった。大絶賛だ。普通に成功するとうまくいくと思いますよ。欲しがった、これ有名では欲しいもん。ゆうゆたきた、ゆうゆたきた、あの牛タンがめっちゃ甘かった。牛タンめっちゃ甘くて、ただサラダがクソまずかった。サラダクソまずかった。うまいものは甘かった、うまくないものはうまくなかった。これこれ聞いた、これこれ聞いた、普通に美味しい、美味しい。だけど注文めっちゃ遅かった。本当に来ないかな。ちょっとぼったくり居酒屋思い出すな。ぼったくり居酒屋も全然来ない。忙しくて、忙しくてね、注文が抜けたり、もう来なかったり、ね、間違えたり、もうこれ3点セット。だけどやっぱ、タン塩おいしい。やっぱいろいろ食べたけど、タンがやっぱりいいね。リーズナブルね、価格が。日本一肉を知る人ら来た。忖度抜きガチ検証。仕上がりになってるのか。タン塩おいしい。タン自体は優秀、うん、サクサクしてて食感いいです。すごいいいです。お見た目が優秀で、ちょっとびっくりしてる。最終的に超高評価。あの宮迫さんの名前がなかったとしても流行る。高座席を、それで日本に聞こえますよね。堀江来た、堀江来た、心配してた。ちょっと心配食べに行くんですか。行きます、それは。じゃあ僕も連れてもらいますか。お願いします。行く行った底辺の YouTuber も食いに行った。そしたらなんと宮迫来た、記事にもなった。いや、びっくりした。めちゃくちゃ美味しかった。思うんだけど全然ないです。どうも、アキアルです、僕の今後の活動に関して大事なお知らせがございます。こちらの動画をですね、公開してありますので、ぜひこちらもご覧ください。それではよろしくお願いします。アキアルです。